橋渡しですね。奥移動の制限もあるんですけど、左にちょっと行ければ。あ、手前に来ましたね。これあれですよね、右の方が少し邪魔しちゃうんで、右も一応狙うつもりでちょっとやってみよう。少し右を動かします。右の方に、あ、なんかパワーはね入ってそうな感じしますね。真ん中のバーが少し滑り止めが弱い感じしますね。だからこの平行になった隙間にアーム入れればうまくいけないですかね。あー、やっぱ隙間がないねえか。どうだろう。うん、ちょっと奥からまた送り込むような感じで入れてみますか。手前の右を寄せて、あ、惜しい。を狙って持ち上げるような感じでやってみるといけるかも。この隙間入れて、はい、次のシゲットーン。ダース行ってました。今の要領です。そうですね、こっちの逆クリーンの方も狙っています。ちょっと一旦縦はめするようなイメージで、第3ボタン一応ありますね。これあ、斜めはめだけど右の移動制限はどうだろう。奥回しする要領でいけないですかね。あー、ちょっと倒しちゃった。あ、でもほぼ落ちてますね。今第3ボタンをちょっと押すのをミスってしまいました。今押してれば多分行ったかも。第3ボタンね、ある場合ちょっと使った方がいいかなと思います。今度左奥狙います。この辺第3ボタン使ってうまく返す。あー、惜しい。でも次ひねればいけないかな、これ。だいぶ落ちてるんで。第3ボタン使って、あははは、意外にひねんない。ちょっとあれかな、もう一回普通に出た方がいいのかな。ちょっとアームの負荷がかかりすぎてるんで、奥に入れすぎですかね。そう、少し手前気味にアーム入れた方がいいかも。
でどうだろう、上アーム入って足今度は焼きプリンですね、ゲットレイです。ちょっとどうですかね、ここの絶頂器どうだろう、手前の方がツルツルになってるんで、ツルツルのバーを利用してなんかうまくいけないですかね。手前にまずずり上げしてから奥はめる、右アーム入れるしかないけど、結構隙間がねギリギリなんで狙いが難しいな。隣のを干渉しちゃってこの間入れて、あ、そうですね、そんな感じで、うん、ちょっと手前側の方入れて、そこですね、アーム入れて少し動けばいいけど、どうだろうな、本当はね左入れていきたいけど隣接しちゃってるんですよね。結構あんま下まで下がっちゃってなんか何か何か分かんないと、よしギリギリ入った、これちょっと広い方に持っていってくれればフ移動制限がちょっとあってここが限界ですね、ここ入れられるところが、うん、それで少し左に動いて、よしゲットオン、よしゲットオン、よしゲットオン。ちょっとやっぱ隣接してるんで少し難しいかもしれないけど、横に行けばね取れますね、よかったです。なるとちょっと左のやつも同じ原理でちょっと横にやりながら乗っていくといいかもしれない。あー惜しいな、これじゃあ奥かけて、こうなったらちょっと左の方かけて縦跳ねするような感じでやればいけるんじゃないかな。左奥かけます、もう右の方はちょっと落ちてるんで、あー惜しい、もうちょい奥ですね、うまくひねれればいて結構移動制限が出てきちゃうんで、この辺かな、ちょっとバー奥あたり狙って、これでひねってくれればどうだろう。ああもう落ちくなってんのに、やっぱビニールがちょっと引っかかっちゃうとちょっとあれですね、もう一回でもかければいけるかな、これこれでどうだろう、これで落ちてくれ、うわーグリーンプランス、ちょっと狭いかビニールまたですね、頼む、俺で行ってくれ、お願いします。よしゲット、よしゲット、よしゲット、ちょっとねビニールがね、やっぱ新しい店舗なんで引っかかる感じしますね、よかったです。ちょっと別のねゲット置きガーナチョコやってみます、これもね同じ感じで炭が結構しっかりこだしてますね。あーちょっとぶつかっちゃうか、あーでも押し切った、よしよし、でもこれで横にしてってもいけるかも、ちょっとやっぱ右がねこれぶつかりそうなんですよね、こうやって、なんでさてやっぱね爪入れるには少し右のやつをどかして
上がってた方がいいかな。やっぱもう2つ取るような気持ちで。開きは全開じゃないんですけど、やっぱねぶつかっちゃうんですよね。ちょっと大きいアームなんで。あ、これでもここで立て込め、ぶつかりそうですね。ここはね今アームの限界点なんで、ちょっとツルツルのバーを利用してちょっと広い方に曲げていく。あー、よし。あとね、ちょっとかかるかどうか。ほんとね、左だったら左、あの右アームもかけたいですけどね。ちょっとどうかな。もうほぼ落ちてるんで、少し奥を持ち上げてあげればね、あのいけると思うんで、あ、手前持ち上げれば。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ゲット。ガーナのホワイトチョコゲットです。で、今度右のやつはね、どっかな、縦ハネしてった方がいいかな。爪もしっかりしてるし、押しもね、これ結構気に入ってるような気がしますけどね。ちょっと設置しちゃう。これだと触れないかな。ちょっと左アームが寄せがちょっと効かなくなっちゃうんで、ちょっと縦はめしようと思うとあれみたいですね。奥の真ん中の白いバーがちょっと邪魔しちゃうんで、どうだろう、一回ちょっと押してみるっていうのもありかな。角のとこ、あー、やっぱ先はちょっと効かない。どうしようかな。ちょっとバーの結構手前気味で入れるか、あれだな、詰めっちゃうから、それじゃちょっと振り上げてみるか。それで少し奥に行くような動きが取れれば、あー、ちょっと厳しい。ちょっと薄く上げてくれればね、いいけど。あー、ギリギリいかない。ちょっとほぼ落ちてんだけどな。もう一回振動でちょっといけないですかね、これ。最後は残念ながら右側の景品は取れませんでした。L アームということで、あの移動制限という問題ももちろんあるんですけれども、今回の場合はアームのねじれと、あと上下の移動制限っていう問題もちょっと関わってきてるかなっていうふうに考えてます。今回のこの設定では左の方がね、あのもしかして有利だった可能性があるので、こういう場合はあの右の景品を左に置いてもらうなどして、対処するっていうのも必要かなっていうふうに思いました。今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。それじゃあバイバイ。